ジョン・ワール・チェーピンの描くシカゴ大化シカゴ大化1868年に作成された地図に2009年に火災範囲を書き込んだシカゴの地図ハーパースマガジンに掲載されたオレアリーの失火の差し絵ンの出火原因は不明。なお、よく知られる伝説としてシカゴ市南西部居住のキャサリン・オレアリーが牛舎で牛舎で牛の搾乳をしようとした際に ランタンが牛抜けられて倒れ出火したとされるが、これは当時の新聞記者による劣像であったことを同志記者であったマイケル・アハーンが1893年に認めている。キャサリンは貧しいアイルランド系移民のカトリック教徒だったため、ハアイルランド感情が強かった当時のシカゴにおいてスケープゴートにされた格好であった。マイケル・アハーン記者の告白をもってしても、 疑惑を払拭することはできず、オレアリー家には、以後も噂がつきまとい、キャサリン・オレアリーは1895年に死去した。シカゴ市議会がオレアリー家と牛を正式に無罪としたのは、1997年になってのことだった。被害拡大の理由としては、異常乾燥、強風のほか、消防機関の連絡ミスなどが重なったためと見られている。死者250人、以上、 17,400 1以上の建造物が全焼。沈下した10月10日早朝までに2,000エーカー以上を焼き尽くした。被害額は当時にして約2億ドル。家を失った人は10万人に上ったという。19世紀を通してアメリカ史上最大の災害であり、多くの被害を出したと同時に、シカゴ市の再開発を進展させた契機として知られている。 古い建物が軒並み焼け落ちたため、大規模な建築を可能とする広い空間ができた。また被災後、市は木造住宅を禁止し、電画、石像、鉄製を推奨したため、多くの建築家の手により、後に、摩天楼と言われる高層建築物の建設ラッシュが始まった。1871年に撮影。ありがとうございます。